ミシガンはアメリカ海軍の戦艦、サウスカロライナ級戦艦の2番艦。艦名はアメリカ合衆国26番目の州にちなみ、その名を持つ艦としては2隻目である。1番艦のサウスカロライナより早く完成したため、本級はミシガン級とも呼ばれる。ミシガンは1906年12月17日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港された。 1908年5月26日にカイダブルーブルックス夫人によって浸水し、1910年1月4日に初代艦長 NR アッシャー大佐の指揮下収益した。収益後大西洋艦隊に配属されたミッシュガンは、1910年6月7日まで東海岸沖及びカリブ海東方で成長を行った。その後7月29日にニューヨーク湾を出港し、 ニューイングランド及び大西洋岸中央部に沿って活動した。11月2日にロストンを出港し西ヨーロッパへ訓練巡航に向かう。イギリスのポートランドを訪問した後、12月8日にフランスのシェルブールに到着した。12月30日にカリブ海へ向けて出港し、1911年1月10日にキューバのグアンタナム湾に寄港、1月14日に バージニア州ノーフォークに到着した。ミシガンは大西洋岸に沿って活動し、1912年11月15日にバージニア岬を離れ、メキシコ湾へ巡航した。フロリダ州ペンサコーラ、ルイジアナ州ニューオーリンズ、テキサス州ガルベストンを訪れた後、メキシコのベラクルスに12月12日に到着した。その2日後に母校に向かい、12月20日に、 ハンプトンローズに帰還した。その後は東海岸沿いに活動し、1913年7月6日にマサチューセッツ州クインシーからメキシコ湾に向かい、7月15日にタンピコに停泊して、メキシコでの正常不安に対応してアメリカ市民を保護するため待機した。ミシガンは1914年1月13日にニューヨークに向けてメキシコ水域を離れ、 1>, 1月20日にブルックリン海軍交渉に到着した。2月14日にはノーホークからキューバのグアカナヤボ湾へ向けて出港し、3月19日にハンプトンローズに帰還した。4月16日には再びメキシコに向けて出港、4月22日にベラクルズに到着した。ミシガンは占領部隊の主力となる海兵隊員を上陸させ、その後は沖合で、 活動、6月20日に帰還した。東海したミシガンの前省ミシガンは1914年10月11日に再び出港し、東海岸の様々な港を訪れた。1916年、訓練中に手法の後発事故を起こし、方針が折れた際の破片がマストを損傷させた。1917年4月6日、 アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、ミシガンは第二戦艦部隊に配属され戦団後へ、新兵訓練、艦隊作戦及び演習に従事した。1918年1月15日、高天下でのハッテラスミ沖における艦隊行動の際に、ミシガンは急な荒波に対して大きく傾斜し、前哨部分が曲がり、左舷側の上に吹き飛んだ。 この事故で6名が死亡し13名が負傷した。負傷者のうち5名は重傷であった。1916年の方針破裂事故による損傷が、このマスト倒壊事故の遠因であった。この事故によって、アメリカ海軍は、カゴマストの構造を見直し、既存艦は、マスト構造を強化、後の機内化の際に、カゴマストを廃止しており、条約明け戦艦もカゴマストは、不採用となった。 ミシガンは翌日のオフォークに帰還し、死傷者をソレースに移乗させた。1月22日に修理のためフィラデルフィア海軍造船所入りする。修理が完了すると4月初めに東海岸沖での作戦活動を再開し、第一次世界大戦が終了するまでチェサピーク湾での砲術訓練に従事した。1918年12月後半には、 機関兵の輸送任務が命じられ、ミシュガンは1月18日から3月3日と3月18日から4月16日の2度のヨーロッパへの航海を行い、1052名の機関兵を帰国させた。その後はフィラデルフィアでオーバーホールを行った後、大西洋での訓練を再開した。1919年5月19日にメリーランド州アナポリスに向けて出港し、 海軍兵が構成を上艦させた後、パナマ運河を通過し、ハワイ州ホノルルへの訓練巡航を行った。ホノルルには7月3日に到着し、続いて西海岸の海軍基地及びグアンタナモ湾を訪れ9月5日にフィラデルフィアに寄港する。その後は1921年4月4日までカリブ海での定期的な巡航を行い、4月23日には、 ハンプトンローズに向かった。5月18日に再びアナポリスに到着し、海軍兵が校生を上官させると6月4日に2度目のヨーロッパ巡行に向かった。ノルウェーのクリスチャニア、ポルトガルのリスボン、ジブラルタルを訪れた後、グアンタナモアン経由でハンプトンローズに8月11日帰還する。ミシガンは8月31日に最後の航海に出航し、 デラウェア川をフィラデルフィアに向けて巡航9月1日に到着した。ミシガンはフィラデルフィア海軍造船所で1922年2月11日に退役し1923年11月10日に除籍された。その後はシントン海軍軍宿条約に従い他の4隻の戦艦と共にフィラデルフィア海軍造船所で1924年のうちに武装が撤去された。 残りの船体部分は4つの異なる鉄鋼会社に売却された。4機の主砲等を前後に2機ずつ背負い式に置く配置は本艦が初めて完成させたものである。これをミシガン式配置という、全州への火力発揮の面で効率的な配置方式であり、これ以降アメリカ、他国を問わず多数の戦艦が採用している。ありがとうございます。